はい、それでは始めていきたいと思います。今回はですね、初めて、撮りますけれども、メディア批評ということでやっていきたいと思います。今回初めて、初回ということで取り上げたいというふうに思っているのは、安倍元首相のですね、国葬その当日のテレビのメディア批評と、いうことについて、お話していきたいなというふうに思っております。ポイントは3つです。1つはですね、私当日朝見ていたんですけれども、その朝の情報番組の中で、まあ、特に私がキーだというふうに思った、ストレンジのキーですねと思ったのは、なぜその民放のですね、テレビ局のアナウンサーが、まあ、司会進行を務めているんだろうかという点ですね。これが1点目です。2点目はですね、安倍元首相の自宅がある、まあ、富ヶ谷からですね、まあ、葬儀の会場まで、首都高を止めて、まあ、車でその遺体をですね、ご遺体を、亡きがらを、まあ、搬送すると、まあ、いうことを、まあ、していたんですけれども、これをですね、ヘリコプターでずっとその空撮をしてですね、まあ、アナウンサーの人であるとか、コメンテーターの人がですね、まあ、それに対して、まあ、コメントをつけていく。つまり、これはメディアイベントとして、まあ、見立てられる、あるいは成り立っていたのではないかということが、まあ、これ2点目になります。3点目、これはですね、現在の首相である岸田さん、岸田総理、あるいは菅さん、菅元総理ですねの弔辞に対する、まあ、反応という、まあ、これを3つ目としてお話したいなというふうに思ってます。まず1点目、その朝の情報番組でのその、まあ、私が非常に驚いたっていうところなんですけれども、その葬儀の司会進行ですよね。司会進行というその名称が正しいのか、まあ、私もちょっとよくわからないんですけれども、フジテレビのアナウンサー、島田さんという方らしいんですが、島田彩香さん、アナウンサー、まあ、48歳らしいですけれども、なぜ、その、一民放のテレビ局のですね、アナウンサーが、元首相の葬儀で司会進行を務めるのか、まあ、要するにですね、理解ができないです、私としては。まあ、なぜかといえば、これは説明が必要だと思うんですね。なぜフジテレビのアナウンサーなのか、なぜ文化放送のアナウンサーではないのか、なぜ TBS ラジオのアナウンサーではないのか、なぜ NHK ではないのか、あるいは4チャンネル、日テレですね、TBS、テレビ朝日、テレビ東京と、まあ、他にもそのテレビ局っていうのはあるわけですね。その中でなぜフジテレビのアナウンサーをチョイスしたのか、抜擢したのか、選定したのか、まあ、当然説明があってしかるべきだと思うんですね。でそもそもそのなぜアナウンサーという、まあ、その職業の人を、まあ、ブッキングしたのかっていうのも、まあ、これ説明が必要だと僕私は思うわけですね。まあ、というのは、例えばそれがふさわしいかどうか、まあ、これも議論の余地があって、まあ、選定したのでするのであれば、まあ、当然説明が必要になってくると思いますけれども、まあ、官房副長官と官房長官がやったっていいわけですよね。まあ、要するにその政府サイドの誰かを立てるということをしても、まあ、よかったというふうに思います。あるいは会場でよく使っている、まあ、武道館で葬儀をするというのはあまりないかもしれないですけれども、まあ、近隣のですね、施設等々で、まあ大掛かりなですね、葬儀をする際に、まあ、それを専業とするようなですね、あるいはまあ副業として非常にその葬儀をたくさんやっている、まあ、アナウンサー的な人、アナウンサー、喋り手の人、まあ、司会進行に慣れている人と、そういう人であってもまあいいわけですよね。というのは、
まあ、一般の市政、市民のですね、葬儀に関して言えば、アナウンサーとは当然立てないわけですよね。アナウンサーの代わりに誰がなるか、誰がその司会進行するかといえば、それは葬儀者の人なわけです。火葬場であれば、火葬場に勤めている人が、個人の、個人の痛みと、まあ、いったコメントというかですね、言葉を述べながら進める。ですから、私の、違和感というのは、そういったその一般の葬儀と、まあ、非常にこう違うわけです。で、そのフジテレビという、一つのですね、民放テレビ局ということは、まあ、この方に対して、あるいはこの局に対してお金を支払うということになるんですけれども、なるわけですが、それは一体いくらだったのかということも気になってくるわけですよね。あるいはなぜ島田さんだったのか、あるいはなぜフジテレビだったのか、先ほど言いましたけれども、これ思うにですね、それについての、まあ、著作というか本もありますけれども、安倍元首相 の、 その政治的なスタンスに組みしている新聞、テレビ、あるいはメディアグループですね、とそうでないグループというのがこれ存在するわけです。フジテレビは安倍元首相に近いというメディアグループとして、まあ、位置づけられていて、まあ、それは非常に一般的にもですね、そう映っていたと、まあ、いうふうに私としてはまあ思っています。あるいは一方でですね、遠いと、安倍元首相のその政治的なスタンスとは遠いというのは、例えば TBS、例えばテレビ朝日と、まあ、もしかするとですね、まあ、右や左、ライトウィングやレフトウィングと、まあ、いった表現になるのかもしれないんですけれども、番組あるいは報道番組の、まあ、編集方針や、まあ、プロダクトですよね、報道物の政治的な思考というものが非常にこう大きく作用していて、国の元代表者、首相ですよね、の葬儀にもかかわらず、その個人の政治的な信条に沿ったテレビ局、あるいは沿っていないテレビ局というその区分け、区別がなされているわけです。これに関してもですね、国葬なわけですから、国民、まあ、市民、我々に対してですね、まあ、説明する義務があるんだろうというふうに思うんです。それをさもですね、なんとなく分かるでしょうといったところの中でですね、突如として、私としては突如としてテレビを見ていたら、フジテレビのアナウンサーの人が司会を始めて、まあ、びっくりすると、まあ、言ったことになったわけですから、明らかに説明不足であるというふうに思うわけですね。まあ、NHK というかですね、報道を見ると、明日10月の15日ですね、総額で12億円の予算の中、もう少し、廉価、安く済んだと、まあ、いうことのですね、説明があると、まあ、いうような報道もありますが、お金のことだけではないですよね。国葬の内容ということに関して言えばですね、諸外国から国賓級の人をですね招いてと、まあ、いうその岸田さんなりのこう外交的な、まあ、いわば道具として、利用価値が高いと、まあ、いうふうな、まあ、見立てをしている人もいたと思うんですけれども、実際その国葬のその会場を見たときにですね、まあ、あくまでも見た目ということになる、印象ということになりますけれども、まあ、海外の人と、海外からこの国葬に来ているという人は、私のイメージとしては非常に、印象としては非常に少なかったと、まあ、いうふうに思っています。その前にですね、イギリスの、エリザベス女王が、まあ、亡くなられたということの中で、各国がですね、まあ、どちらに参加をするのか
というような、まあ、不確定な要素があったがゆえと、まあ、いうこともあるのかもしれません。ただいずれにしても、まあ、外国の人というのは非常に少なかったなというふうに思っています。そういった意味でいくと、派生的に言えば岸田総理が考えていた、まあ、この国葬を 国際的な外交のある意味では、まあ、道具立てとして使うということも、まあ、はっきり言ってうまく機能しなかっただろうと、まあ、いうふうに、まあ、思うわけです。まあ、これが1点目、あるいは派生した点ですね。2点目、安倍元首相のですね、自宅がどうやら富ヶ谷にあるわけですね。で、富ヶ谷の、自宅の前にですね、自衛隊の、白い制服を着た、確か儀仗隊という名前だったと思うんですけれども、まあ葬儀というかですね、その亡くなった人を、まあ、弔うため、特別のまあ部隊というか、まあ、人たちというのが自衛隊の中にいるわけですね。まあ、その構図そのものもですね、まあ、当然初めて見るということの中で、まあ、非常にこう驚く、こういうその自衛隊の中に人たちがいて、それが元首相の家の前に、まあ、厳戒態勢の中ですね、まあ、いると、スーツ姿のですね、SP の人たちがいる中で真っ白な制服を着てですね、まあ、私としては少し違和感というか、なんと表現すればいいですかね、こういうその葬儀の仕方をするのかという意味でのまあ驚きがまあありました。で、その朝の情報番組を見る中で、まあ、すでにその報道はなされていましたけれども、首都高をすべて止めて、それは往復すべて止めて、その富ヶ谷の自宅から、まあ、霊柩車ですよね、車で葬儀会場まで向かう。で、その途中では防衛省によると、新宿市ヶ谷ですね、市ヶ谷の防衛省によると、まあ いう中でですね、まあ、私も車を運転するので、ああこの道かというふうに見ながら見ていました。おそらく乗ったのは代々木のインターですよね。で、代々木から外苑前、多分4号線ですかね、区間でいうと1区間だけですよね。で、その霊柩車の前後に、他の車が、まあ、追走し、あるいは一番初めにはその白バイがいてという絵をですね、ヘリコプターで、民放各社空撮をして、今首都高に乗りました、今首都高を降りました、今新宿のどこそこを曲がって、市ヶ谷の防衛省に行きます。まあ、正直言ってそれ自体にほとんど何の意味もないわけですよね。それあくまで移動の車をまあ見ているわけですから、まあ、誰かに取材するというわけでもなく、まあ、そのヘリから撮っている空撮に対してコメントをアナウンサーなりコメンテーターがまあつけていくと、非常に意味のないその自動車の移動にすらですね、意味があると、価値はあるんだというまあ編集方針なわけですよね。まあ、これこそそのメディアイベントの特徴なんじゃないかなというふうに私は思っています。つまりそれは天皇の崩御であるとか、そのまあオリンピックも含めかもしれないですけれども、それ自体に対して意味のない自動車の移動であるとか、まあそういったことを逐次同時中継を欠かさず続けるということが非常にこうメディアイベントとしてのですね、特徴をこの今回の安倍首相の国葬というのは、示していたんではないかと、まあ、いうふうに思うわけです。で、まあ、さらに言うとですね、そのテレビ局のまあ視聴率というものは非常に今下がっていて、まあ、一部の中ではですね、まあ、いわゆるオワコンだと、もうテレビ局を見ている人はいない、いなくはないんですね、いるんですよね、いるんですけれども、例えば若年層10代20代、あるいは30代前半の人も含まれますかね、そういった人たちはもうテレビを見ていないと、テレビを見るんじゃなくて YouTube を見る、 TikTok を見る、
自分の好きな、チャンネル、例えばですね、Amazon や Netflix の中で自分でチョイスして見ているんであって、そのテレビ、いわゆる民放テレビ局のテレビ番組というのはもうほとんど見てないというふうに、まあ、これデータとしても出てきつつあるわけですね。でその緩やかに、どん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 ですね、その視聴者数というのは減っている。ただそれが、ドラスティックな形で、例えばですね、極端な話、100万人いたものが明日0人になるということではないので、まあ、民放局に対する、いわゆるナショナルクライアントと呼ばれる、企業スポンサーですよね、スポンサーからの CM がゼロ化したかと言われればゼロにはなってないわけですね。企業名を挙げてしまってあれ、良くないかもしれませんが、例えばサントリーの、ビールやお茶の CM というのは、まあ、テレビを見れば、まあ、まだやってるわけです。つまりサントリーという会社は、民放テレビ局に対して、CM 出稿を続けているわけですね。ただ CM 出稿を手控えようとする、まあ、ナショナルクライアントも当然あるんだろうというふうに思います。例えばトヨタですよね。トヨタも当然そのテレビ局に対する出向をゼロにするということはもうもちろんしてないわけです。まあ非常に大きなですね、場合によっては日本1位であるとか、10本の指に入る、まあ、非常に大きな金額を使って民放テレビ局に対して CM の出向をしていると思いますが、おそらく私の予感で、定量的なデータは今手元にありませんけれども、テレビに対する出向、GM 出向が減らしてるんじゃないかというふうに思います。まあ、ありていな言葉になりますが、まあ、デジタルメディアに対する、CM とか広告とかというものを増やしているんじゃないかなというふうに思うわけですよね。そうした状況の中にテレビは扶持されていて、位置づけられている中で、この国葬をメディアイベントとして使わない手はないと、まあ、いうふうなやっぱりジャッジがですね、おそらく共通してあったんじゃないかと、まあ、いうふうに私としては見ています。3点目です。岸田総理、それから菅元総理、弔辞を読み上げました。まあ、弔辞というのは、例えば、赤塚不二夫が亡くなったときに、タモリの弔辞、話題になりましたよね。白いその弔辞の書いたとおぼしきものを出しているんだけれども、そこには何も書いておらずアドリブで全部やったなんていうことがありますが、今回は岸田さんも菅さんも書かれたものをですね、読み上げるという形式にしていました。端的に言って、私は非常に岸田さんという人は、あ、さすが改正出身のエリートっぽいなという印象を受けました。対価なく、筒がなくですね、文章をまとめで、私は思ったのは、安倍首相のツイッターはですね、これ自身で多分つぶやかれていたんじゃないかなと。というのは、手におはが少しおかしいところがあったんですよね。これ菅さんもそうだったのかもしれないんですけど、岸田さんの文章は非常に骨格がきちんとしていた。内容がいいとか悪いとか、そういう話ではないです。まあ、その辺はですね、さすが学問的な訓練をまあ経てきている印象だなというふうに私は思いました。続いてその菅さんですね。菅さんのその弔辞に関して、私がいくつか見たですね、Facebook で流れてきたものですかね。菅さんの弔辞は感動的であった。私からすると、オーバーエスティメイト、言葉正しいか分かりません。過大評価してるんじゃないかなというふうに思いました。焼き鳥屋で、口説いた話、あるいは、議員会館の、安倍元総理の部屋に置かれていた、書物の、しおりがあるところに線が引っ張ってあって、つまりそれは菅さんでしか知り得ない、菅さん個人一人でしか知り得ない、情報を盛り込んできているなという点でいくと、首相就任時に比べればですね、まあ確かに人間味という意味では増しているかもしれません。しかしながら、まあ私の見立てではですね、それを過大に評価して非常に感動的だというふうな
まあ言説が見られたんですけれども、そこには非常に大きな違和感を感じました。あくまでもそれは菅さんが確かに帰って姿でしか語れないことであったかもしれないですが、これ元首相ですからね、当然その弔辞だけが評価の対象ではなくって、首相をしていた時、首相に就任時のですね、いわゆる政治的な業績というものがあった上で弔辞ということになるわけで、弔辞が良かったけれども実際に首相をやっていた時のその業績ですよね、果たしてそこに評価は同じように非常にいいと、 S であると、成績表でいうところの S、 A プラスであるというふうなことが言えるんでしょうか。私は決してそういうふうには思っていません。ということで、今回はメディア批評ということで、安倍元総理の、主に、まあ、朝の情報番組あるいは中継の様子、あるいはその国葬の内容、首相、現首相、元首相による、まあ、弔辞と、まあ、いうことに関して、コメントをさせてもらいました。また、次回ご期待ください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。